はい、畑さん、はいはい、こちら無差別の試合決勝がいよいよ始まりますの です、ね、こちらいただきます、はいはい、後ほどまた、田村涼子選手のお母さん画面の上で登場していただきましょう。さあ、庵野典子金メダルへの挑戦は中国の姜燕敏との対戦になります。庵野はこの前の試合韓国の強豪ムンジヨンを大内刈り技ありそして後ろ袈裟固め一本勝ちを抑えました。相手にとって不足はありません。姜燕敏184センチ、117キロの巨漢です。持田さん、はい、どういう戦法でいくといいんでしょう。そうですね、庵野は体が小さいですから、はい、相手より早く組み手を作って、はい、そして先に先に技を出していくというところですね、はいはい、体格パワーの違いにスピードと技のキレでどう立ち向かうのか。庵野典子18歳です。162センチ、82キロ、福岡県の柳川高校3年生。ご覧ください、この体の違い。足技を有効に使いたいですね。そうですね、あ、一本ですかし技あり、一本すかした、一本です、技あり、一本やった、内股すかし一本、見事な金メダル、やりましたね。なんという女性でしょう、庵野典子輝いています。古賀さんもただ見つめているだけですね今。そうですね、まあ、大変本当に相手の動きをよく見てましたよね、はい、48秒でした。内股に来るところ、内股すかし、はい、持田さん、はい、この184センチ、120キロなんなんとする姜燕敏を、はい、よくすかしてあれだけ投げ飛ばしましたね。そうですね、これはもう考えて出た技じゃないんですね、はい、もう自然に身についたものですから、はい、よかったです。背中と腰の間を痛めて苦しみました。庵野典子選手の話をお伺いします、はい、金メダルおめでとうございます。ありがとうございます。まずは巨体を投げ飛ばした瞬間の気持ちからお聞きしたいんですが。そうです、もう無我夢中だったんで全然覚えてないんですけど。さあ、改めて金メダル。そうです、去年は決勝で負けて1年間悔しい思いしたんで、今年はぜひ勝ちたかったんで優勝できて嬉しいです。特に庵野さんの場合は背中と腰の間をちょうど大会前の大事な時に痛めてました。そういうところでの金メダルです。そうですね、こういうことにも勝たないとやはり世界チャンピオンやオリンピックチャンピオンにはなれないと思うんで、はい、これで一回りも二回りも大きくなった自信自分に持ったんじゃないですか。そうですね、今韓国のムン選手も中国の選手も初めて今日勝ったんで、はい、すごい嬉しいです。改めてこの大会を振り返ってお願いします。もう本当に嬉しいです。今度は福岡国際女子柔道もありますけれども、はい、そこでまた素晴らしい技を見せてください。はい、頑張りたいと思います。はい、金メダルを獲得した庵野典子選手でした。おめでとうございました。吉村さん、はい、柳川高校の後輩です、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。やりましたね、はい、素晴らしいですね、とにかくこのムンジウンと姜燕敏を破ったということは、持田さん、もう世界ナンバーワンの実力と言ってもいいですね。そうですね、もう一度ご覧いただきましょう。庵野典子選手は色紙にサインをするとき必ずこう書きます。努力は人を裏切らない、この言葉を大切にしているこの庵野典子の鮮やかな金メダルです。いやー、本当に古賀さん、はい、柔道に限らずそうなんですが、このスポーツの爽快感っていうかですね、はい、オールザベストっていう言葉がありますが、はい、とにかく一生懸命努力して、まあ、結果はいいじゃないかと、はい、自分で本当にもうやるだけやったんだっていう気持ちがあればそれで十分に幸せじゃないかっていうね、はい、それを本当に感じさせますね。そうですね、本当にいい試合をしてくれましたね。ねえ、はい、いや本当に庵野典子選手ありがとうございます。素晴らしい本当に柔道を、素晴らしいプレーをこの広島で見せてくれました。いや、何度見てもいいですね。いいですね、天性のそれこそ、ね、この勝負感というかでしょうね。やはり体操がいいんですよね、はい、やっぱり子供の心は小さかったもんですね、これは
一夜でできるもんじゃないですから、はい、やっぱり毎日毎日の練習が、自然と体を動かしたというような感じですよね。まあ、子供の頃といいますと、萩市にあります獣友会という柔道 の、 スポーツクラブでね、はい、お姉さんの庵野美和さんと私小学校5年生の時にこの典子さんがね練習している夜遅くまで、取材に行きましたけれども、うちはずっと道を登っていったところ の、 その人里を離れたといいますかところにあるんですが、本当にそこのうちに行きますとね、階段に柔道着が積んであるんですよ、ずっと2階に上がる階段に。でうちでも家でもお姉さんと打ち込みをしたりしてね、はい、で典子選手自身はなんで私がこんな友達やテレビを見てるのに11時まで練習しなきゃいけないんだってね、もう一時は本当に柔道をやめた時期もあったということなんですがね。いやお父さんお母さんも本当に良かったですね、はい、